それでは分科会を再開いたします休憩前に引き続き質疑を行います審査の前に委員の皆さんにご報告いたします市内で新型コロナウイルスに感染された方が新たに確認されたこと等により関係理事者がその対応を急遽行う必要が考えられることを踏まえ今後質疑に支障のない範囲で理事者が緊急事態対応のため審査審査中にも退席することを認めること また、その場合、答弁にあたっては、必要に応じて、課長級の職員による答弁を認めることについて。先ほどの制服委員長会議で決定いたしましたので、ご承知おき願います。以上、ご了承願います。それでは、伊坂委員、どうぞ。えっと、質問に入る前に、昨日、私、質疑させていただきまして。で、まあ、昨日に、三人目が、ね。 感染者が確定したということでその経路について特定されてその中にしばと地下鉄があったということで昨日深夜から未明にかけて消毒をされたということで緊急の対応に本当にお疲れさんだと思いますその上で昨日、答弁でもありましたように本当に消毒をやろうと思ったら労力および消毒液の確保が必要だと。 いうことになると思いますので、そこに総力を挙げていただきながら、あの一般会計、市長部局からも、必要な補助、体制、支援ですね、でそういうのも受けて、あの公共交通の前線でね、最前線で頑張っている交通局に対して、全庁を挙げて対策を打つということを強く求めたいというふうに思っておりますので、どうぞ、これからも大変やと思いますけど、頑張ってください。 でそれで質問に入りますけど来年度のバスのダイヤ改正について何点かを2つほどお聞きしたいんですがそもそもダイヤ改正はこの時期2月に発表されて3月の後半で確定してダイヤが改正されるということになるわけですけど まあすでにあの産業交通水道の常任会でも一回議論されていますのでそれと被らないようにしますけどまず1点目は102号系統の,あの路線の一部変更ですけど白梅町のら電の駅が改築リニューアルをされるということに伴ってその北側に市バスのバス停留所を隣接しておいてでその上で 10。25系統がね。そこに乗り入れるということになるわけです。でまあ、京福電鉄と市バスの利便性の向上と、あるいは公共交通の東西ネットワークの強化を図るというふうに、あのダイヤ改正の中では記述をされています。まあ、結局のところ、銀角寺と金角寺を出町柳の京福電鉄ね。で、これと乱伝の京福電鉄。これを。 を結ぶという線がこれで一本強化されるということになると思うんですけど12月に住民説明会が開かれて交通局も参加をして時計住宅で京福電鉄からも来られて説明会がありましたで私も傍聴してたんですけど住民の皆さんからはそれでなくても狭い西今出川通りと馬台通りそこに バスを走らせるということは、歩行者や交通量の多さに対していかがなものかと、あるいは安心して歩けなくなるんじゃないか、あるいは京都市は観光客のためにはそういう路線を作るけど、住民の安心安全というのはね向いてないんちゃうかと、目を向けてないんちゃうかという声がありました。でもこれをどういうふうに受け止められたのかということが一つ。でもう一つは、 102号系統の運行経路で安全対策を打つというのが、果実住民の皆さんに回覧板で回されました、まあそこではカーブミラーを新たに設置するとか、ガードレールを移設をしてカーブをしやすくするとか、あのバスの交差の,の関係で交差点の停止線を位置変更するとか、こういう,うに報じられていますけど。 それで住民の皆さんが危惧している安全安心は万全の対策が取れると思ってらっしゃるのかまずこの2点お聞きします。中山自動車部部担当部長 はい、あの今、ご紹介いただきましたように昨年12月に経育、ねえー、さんのほうが、まあ、説明会を行われまして私どものほも、まあ、バスレルートの変更を予定しておりましたので一緒に、まあ、参加をさせていただきました、まあ、その中であの最終的なバスルートについてはまだ定まってはおりませんでしたけれども当然のことながら今ご紹介ありましたように蘭、えー、ン,ンの白梅町北側に接続をするということで今出川通りを西へ行くということについてはあの当然その通りでございます。またあのそれ それから、さっきと言ったま話題通りを通るというしか、バスが通るルートがないということの中で、いろいろまあご意見をまあ頂戴したところでございます。あの、このルートにつきましては、ま以前にもまバスが走っておったということもございますして、当然運行に当たりましては、あの交通管理者等とも十分調整する中で今回安全対策につきましても講じていただいたところでございます。あの、当然のことながらま運行に当たりましては、しっかりと安全運行には努めます。 努めますとともにです、ね、今回、安全対策を講じていただく部分もです、ね、しっかり考慮しながら。 例えばカウミラー等もない中で、右折ということになりますと、無理に交差点に入っていくということも当然考えられますので、こういうのは安全対策をしっかりしていただいた、また停低さも下げて、バスを曲がりやすくしていただいたという,ようなことによって、安全が確保できるものというふうに考えておりますけれども、繰り返しになりますが、運行にあたってはしっかりと安全については注意させていただきたいと思ってございます。坂委員 まあそ,れはそれで運転手さんはプロですから、あれだけの大きな車を走行させるという点では、それらの技術は持ってらっしゃる、安全走行については努めると、それでもやっぱりね、年に何回かは事故が起きるわけですよね、それはもらい事故も含めて、だから万全ということはね私はないと思うんですよね。 だから安全走行に努めるしでその対策も取っていくということなんだけども、まあ、実際に3月20日に運行が開始したとして,開始したとしてその後の現場の交通安全の確認や対策そしてさらに新たに危険箇所などが起きた場合あるいは事故が起きた場合あまり想定したくないんですけどでその場合には 地元の住民や学区の代表の皆さんにもよく報告もしてそして、協議をした上で改善を図っていくということが必要だと思うんですけどその立場と立ち位置についてはどうですか。中山担当部長 はい、あのまあ当然、以前、走っておったということではありますけれども、当然、環境も変わっておるというのは事実でございます。あの今回、講じていただきました安全対策等も、当然あの考慮する中で、まあ、あのもし必要が正直であれば、新たな安全対策につきましても、交通管理者、また道路管理者とも調整してまいりたいというふうに考えてございます伊坂委員。でそのの安全管理と対策の中に はっきり言いますけど路線は元に戻すとつまり白梅町から西大寺を北上して金閣寺に行くという路線に戻すっていうことも対策対応としては選択肢に入れるべきだと思うんですけどいかがですか中山担当部長え現在のところそのような考えは持ってございません伊坂委員現時点でないのであればこれからねそういう 危険な事態や事故が起きないように、ね、住民の皆さんもしっかりと対応されると思うけど交通局の方でも体制をしてで考えていただきたいとでなぜこれ言うかって言ったら、ね、あの52号系統というのがかつて走ったというのは私も知ってるんですけど紆余曲折あって何回か路線変更しながら最終的には地下鉄東西線が通るときに廃止になった経過があるんですよね。だから未来英語にわたって 今回改正する路線の一部変更が続くものではないということについては釘をさしておきたいというふうに思うんです。で次に12号系統と59号系統の経路変更これについてお聞きをします、まあ、立命館大学の前から金閣寺前あ金閣寺道ですねそこの過程で、えー、絹かけの道を走っていた 路線を2つバス停を休止をして、田天神から西小路を通って、金閣寺に行くと、まあ、こういう風に路線変更をされました。ただし、これは2018年から春と秋の観光シーズンのピーク時は、区間あ、期間を限定して、施行実施してたわけですよね。で、それを今度は通年化するということなんですよね。でそのお 思考実施をしていた時から通年化をするに至った決断その判断の根拠ですよねなぜそれが通年化することになったのかというのをいろんな理屈もあると思うんで理屈とそれと数字的なデータでこれはもう今日時間の関係あるんで資料として提出をお願いしたいというふうに思います。 で昨日3日にあの地元、金閣学区の社会福祉協議会の主催で説明会が行われました、この問題で、で私も出席をしましたで、まあ、経路変更に伴って廃止をされる衣笠総門町と金閣寺前、この2つのバス停、ごめんなさい、廃止じゃないわ、休止です、2つのバス停を使って、外出や買い物をしてらっしゃる地域の方、高齢者の方、 その方からはもう悲鳴のような声が上がってました。これで日照寺まで歩けっていうのかという声ですよね。あるいは周辺の土産物屋さんからはピークの時の休止の時買かって土産物屋で店が、ね、観光客が来なくてもう大きく落ち込んだとで。それが通年になったらもう、ね、店畳めというのかと。 いいうようよな声が出ていました、まあ、それぞれ交通局の方から説明はありましたがその説明聞いててもねやっぱり観光客とか利用客とか交通局の都合の話が大半でして地元住民やお店の方の与える影響っていうのは考慮されるような説明はございませんでしたで事前に住民の声をねあるいは実態の声を 聞いていないというふうに住民の方はおっしゃいましたが、これはどうなのかと、ちゃんと聞いた上で今度の経路変更をされたのか、いかかがですか山田担当部長。 はい、あのまず最初にです、ね、あのシーズンのみ経路変更を行っていたものを、まあ、通年化するという部分についてでございますけれども当然のことながらあのシーズン、あの迂回をしておるときにつきましては非常に、まあ、その効率が上がったいわゆる、まあ、あの遅延が減ったということでございます。あの 一方お、迂回をしていない平日におきまして、えーまあ、遅延が生じまして、えー、運行に一生があったということがございましたので、まあ、資料といたしましてはあのその遅れの状況についての資料としてご提出をさせていただきたいというふうに考えてございます。 またあの路線、また停留所の移設等につきましては、やはりあの当然のことながら、便利になる方もおいでになる一方、不便になる方がある、これも事実でございます。ただ、今回につきましては、12号系統、また59号系統、全体の運行の中で、こういう施策が最も効率的である、また効果的であるということで、判断したものでございます伊坂委員。いや、だから、それは局の判断言ってるでしょ住民の声を聞いたのかと。 この点どうですか、岡山担当部長はい、あのこれ、先ほどのバス、えー、路線とで一緒でございまして、やはりあの便利になる方、また不便になる方、それぞれの方が、まあ、おいでになります、あのただあの、実際のおバスの運行のルートの変更等につきましては、すべての方のご意見を反映するということがあのお難しいという部分がございますので、えー、事前に十分にお聞きしたということではございません。伊坂委員 そうなんですよ。だから昨日の方も幾度におっしゃってるのはねわし、わしらのところに来てね、こういうふうにするけどどうやろうかっていうね、話あったかと、一つもないっていう言ってるんですよね。だから怒ってあるわけです。だから、ね、結論で言ったらね、昨日の説明会で言ったらね、もう仕切り直しをせと、ね。詫びもしていないし、ねで、これをやるということでご理解をという言葉ばっかりやと。だから仕切り直し、持ち帰って。 もう一回ね、上と相談して、どうすんのかっていうね、返事をくれと、こういうふうになったのは、これ、当然のことだと思うんですよ。だから、年に1回のこの時期のダイヤ改正やから、ご理解をというふうに言っても、それはね、そこの地域のピンポイントの住民の人にしてみたら、一生にかけての1回なんですよ、年に1回違うんやね。だから、そういうことなんだっていうのを考えてやっていただきたい。だから 極論言うわけじゃないけど年に1回の恒例行事としてダイヤ改正を、ね、この時期にやるということでは、ね、分かんのちゃうかと市民とともに汗かくとか市民に寄り添うというのであればこのやり方も含めて再検討をすべきじゃないかとそして今回の経路変更については例えば1年先送りにするとか今からでも、ね、対策を考えてやるということは、ね、必要なんじゃないかというふうに思います。これについての見解と それともう一つはね、ダイヤ改正文書にはね、唯一この12号系統と59号系統についてはね、思考実施という言葉が入ってるんですよ。他のところは変更するとしかないんですよ。思考実施ということはね、試しにやってあかんかったら元に戻すということなんですよね。そういうことであなた方は考えてるの。それを考えたときに、昨のの説明会に配られた文書にはね、思考実施という4文字はね、ないんですよ。だましちゃうかと、これは。 そういういい声も出ていましただけど、ペーパーと文書に出ている施行実施というのであれば、ね、今後、不都合が出た場合あるいは住民の方からのクレームが、ね、本当に消えないという風になった場合には、ね、この施行実施の施行をやめて元に戻すということも含めて選択肢にすべきじゃないかと思うんですけどいかがですか。中山担当部長 はいあのまず先ほどのご答弁の中でですねまああの、えー、地域の方をお聞きしたいというあの発言させていただきましたこれはあの地元の説明会等々まあ、開催をさせていただいてないそういうことでございますあの当然ことながら地域のあの代表の方等々の調整についてはあのしっかり対応させていただいてございますまたあの施工実施の部分でございますがまあ、基本的に、えー、このままあ通年化ということをまあ 実施をするという方向ではございますけれどもやはりあの検証という部分がしっかり必要だということも認識をしておりますことの中からまあ、思考という言葉を使わせていただいております伊坂委員もうこれで最後にするけどね代表と話したというのはねそれを共闘者のやり方で言ったらいつもいつものことじゃないか自治連の会長さんとか社協、市政協力の会長さん金閣の会長さんは自分ところに説明に来てでこれをね 私の一存では決められないからということで区役所に行って話をして交通局に持ち込んで説明会をね開いてもらったわけですよ。だから私言ってるのはそれを使っている皆さんの声あるいはお店を営業されてなりわいにしている皆さんの声そこのところに一軒一軒行って聞いたのかって聞いてるんですよ聞いていないんですだから住民の声を聞いていないというふうに私は言ったわけで,でそういうやり方をねやっぱり繰り返してたらね 共同心に対する行政不信は募るばっかりだという点を指摘をした上えで、まあ、試行実施については、今ね、答弁でありましたように、そういうことでやるわけですから、ね、そういう検証した上で、最終的にはね、元に戻るという判断も含めて、それは担保しておいていただきたいと、強く求めて終わります。中山担当部長 はい、あの当然のことながら、検証する中で、えー、お客様の方からもいろいろお声をいただくということが当然考えられます、しっかりあのその部分についても、お思行からあ本格運行の部分についてはあの、検討材料として反映させていただくというふうに考えてございます、はい、先ほど伊坂委員から要求のありました、市バス12号系統と59号系統の路線変更をすることとした数字上の根拠に、 関する資料については提出できるということなので、委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか。ご異議がありませんので、提出を求めることといたします。それでは進行いたします。吉田委員、どうぞよろしくお願いいたします。ま昨日の局別質疑の場で。えー お客様サービスの迅速的確な取り組みということを具議論させていただきましたその折にですね現今のこの新型コロナウイルス対策のさまざまな取り組みに対する告知広報がですねもっと丁寧にやるべきではないのかという指摘をさせていただいたところもうすぐにですねホームページ上で対応もして いただきましたまたあの京都市の情報館、ホームページの方でもまあ上の方にねされているということでございます。まあ、この迅速なあのと対応をていただいたことに対しては敬意を表させていただきたいと思いますし、うん、令和2年度のこの、えー、広報の取り組みもですね、えー、大いに期待をしておりますし、市民の皆さんからのご期待も大きいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは私のの方からあの 増増収増客についいてお聞きをいたしますえこの増収増却につきましては、ですねあの昨年の,あの決算委員会のこの特別質疑の場でも、えー、取り上げさせていただきました、その折に、増収増却はこれは、えー、お客様サービスを向上していくことと一体不可欠であると、これはしっかりやることが、結局的にはもう増収増却にもつながっていくんだと。 増数増客を目指すためにもお客様サービスをしっかりやっていくことが大事なので別々ではないんだというような主張をさせていただいたわけでございます。でまあ、この今回いただいておりますあの、えー、議案のコンパクトにまとめていただいている資料を見ます拝見しますと予算の重点としまして、えー、柱を取りまとめておられるわけでありますがその時にですね 増収増客対策およびお客様サービスの向上ということで、しっかり連動させて施策を組んでおられるということもあのがい合うことができております、その意味でも評価もできますし、特にその決算委員会でも問い上げさせていただいたドア地下の設置をです、ね、提案させていただいたわけですが、これも2月の中旬にです、ね、それまでの2倍の。あの 増設ですか、これをしていただいたということでございます、大変喜ばれることだと思っておりますので、今後もですね多くの市民の皆さん、利用客の方々からの声とかも、重視をしていただくということをお願いしたいと思いますで。質問に入らせていただきますと、この増数乗客、そしてお客様サービスの向上のための具体策としまして、1日80万人推進本部で検討された、 えー、全庁は挙げての取り組みとして、えー、プロジェクトがご紹介されしておられます。区役所等と連携した市バス利用促進プロジェクトの中で、まあ、地域の特性を生かして、えー、区役所とも連携していきますというふうに書いておられたわけであります。ででここにおいて、あの私はこのコンセプトは非常にあの期待をされるものでありますけれども、特にやはりその この若手職員とかですね、学生さん、利用者の中でもやっぱり学生さんとか、そういう京都によそから来られて、京都の魅力を感じておられるような方々、あるいは子育て世代の方々ですね、そういう方々が公共交通をどんどん使っていこうと思っていただくためにも、この区役所との連携されるプロジェクトにおいてもしっかりそういう若い世代の方々の声を求めていかはるね。 そういいうこう段階を踏む必要があるんじゃないかとこう申し上げたいわけであります同時に、職員の方々、運営される方々の側もです、ね、幹部の方々から指示を受けて、現場で汗を流されるわけですけれども、その前の段階の,そのアイデアを出す段階、企画の段階からもです、ね、若い方々の声をしっかり求めていただいて、その意見を重視していただくということも大事になってくるんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 魚根営業推進室長はいありがとうございますあの若い方の声っていうのは非常に大事だと思っております特にあの今私どもの方で取り組み進めております中で例えばアニメのコンテンツっていうことで言いますと非常に若い方にこれはあの、えー、いわゆるあの小さなお子様からあのいわゆるその大きな方まであの アニメっていうのは非常に浸透しているというのがありますのでこのコンテンツを生かすということで例えば渦松のさまよの取り組みでも,あのもう進めておりますしあのもう片一方でいわゆるその漫画のコンテンツですねあの本当にテレビで放送しているようなコンテンツこういうのを取り入れた形での増客の取り組みというのを進めておるところでございますでそれ以外にもあの若手の職員あの今お話ございました本当に若手の職員あの いろんなアイデアを出してくれてます。あの、例えば昨年でありますと、あの大原への観光の。 動画を作ってくれるというような、そんな取り組みをやってくれましたし、その前でありますと、あの非常になんていうでしょうかあの、斜め上の取り組みやったんですけれども、あのトイレをあの二条城のラッピングしてみるというような、そんな取り組みをやっているで、やはりあの若い方にご乗車いただく、特に小さなお子様に乗っていただくということも、これは将来のあのお客様の獲得ということにもつながってくるというふうにして考えております、こういった取り組み、本当にあの重点的に今後も取り組んでいきたいというふうにして考えておるところでございます以上でございます。 吉田委員、まあ、あの区役所と連,連動、ね、されるという点においてはです、ねえー、パッと浮かぶだけでも、まあ、第5駅も第5所が近い、まだ山科区役所もね、何駅だったっけ、東野駅でしたっけ、なぎつじ駅、ね、失礼しました、なぎつじ駅からも近いというような形で、えー、まだその駅を降りたすぐのところには商業施設、集客施設も、ね、あ,のあるわけであります。まあ、あの他の,その駅にもです、ね、あのそういうい あの例えば二条城駅は中京区役所とも近いわけですし、えー、それこそ以前私も二条城で開催されたバルなんとかなんとかフェスタとかいうことで、えー、ビールを試飲するとかそのするとメインの腹、ね、をくすぐるような焼肉の匂いでふらふらと後ろよな人が入ってくるようなイベントをされたでそれを結局ビールを飲むと車で帰れませんし来れませんのでね地下鉄を必然的に使って帰らはると。 いうようなことも考えられれば、つまりアイデアを絞ればあの、そのイベントをせっかくやっても、それを車で来て帰らはる人が、ね、極力ないようにしていって、できたらやはり公共交通機関、地下鉄等を使っていただけるような、えー、工夫を、ね、していかはると、それも無理のない、えー、ほんまやなと多くの方々が納得されるような、ねえー、笑顔は惚れる企画を、ね、していただけたと思います。今ご答弁されている市長のの笑顔も、ね、素敵ですのですね そういう元の職員さんもですね、イベントであの主催される皆さん方もですね、素晴らしい笑顔でこのイベントをね進めていただきたいということをお願いをさせていただきたいと思います。から次はあの IC カードの始めの制度を駆使した各種割引乗車券の抜本的見直しという点であります。これはもう昨日も今日もですね、いろんな会派の方々があの 触れれておられるわけでありますで確認をさせていただきたいんですが、このポイント還元制度を活用した抜本的な取り組みと、この抜本的ということは、えー、将来的にはやはり、えー、乗り継ぎをもう無料にするというところも踏み込視野に入れた思い切ったものにしていくというふうに考えておられると、受け止めてよろしいんでしいでょうか大子営業推進室担当部長。はい、あの乗車券の見直しでございますけれど。 あのえー、先ほど先生申されましたようにあの、この考え方でございますけれど、えー、IC カードを用いました、えー、ポイント制の還元制度でありますとか、いうことをやってまいります、それからあの今ですね、えー、1人当たりの乗車単価が非常に低いような状態でございます、そういうこともございますので、今回の見直しでは、えー、将来的なバスバス乗り継ぎの無料に向けた検討の方もあもさせていただくとと,ともに、 今あります乗車券の一旦も、すねあの一旦です、ね、あのから見直して、えー、それによって、どのような乗車券を、えー、構築していくかということで、全体的な見直しをしていきたいと、全体的な角度から見ていきたいというふうに考えております吉田委員。まあ全体的な角度の見直しということは非常に大事なことだと思います。特にに、ね、現行でも市バスと市バススとの2乗車名を無料にされている神戸市 においておいててもですすねあの上限が210円と設定されていますこの上限だけでも京都市の平均月運賃よりも安いわけですので、まあ、我々京都市としても同じような、えー、無料となるとも,もっとこの、えー、議論がちょっといろいろ賛否両論出てくる可能性もあるわけでありますそしそういう意味で他の都市の、えー 何割かの割引であるとかあるいは全額無償とかまあいろんな多種多様な取り組みがあるわけなのでこれやらをしっかりとあの分析していただいてですねあの実際どうどういう効果が上がったのかとかいう点も踏まえてやっていただくということが大事なのかなと思います。同時にあのもう一つ私がちょっと懸念をする点があるのでその点だけちょっとお聞きして確認をしたいんですけどねそれはあのバスとバスがあの スムーズに乗り継がある場合はいいと思うんですよ例えば市場通りをまあ走ってると。でそこで一旦降りて河原町通りのバスに乗り換えはると。いうんやったらあの割とこのたくさんのバスがねその本数も多いわけですので、えー、5分待つ間にね何本か来るぐらいの頻度であの時間帯によってはあのスムーズに乗り継ぎができるわけですけれどもそういうところばかりでは限らないわけですよね。結局ちょっと周辺地でも え乗り継ごうととされれるる方々がおられると最初いい意味で分散化のためにもそれを必要だと思ってその市民がされたわけですけれどもその待ち時間がですよ30分1時間まあもしかかったとしますねそうすると乗り継ぎとして認められることがあるんだろうかという心配があるわけでありますもう一つはまあ不正をやろうと思ったらやれることがあって悪事、えー、を働かせたらできるかもしれませんそういうううういい点どふうにこう一つの 基準を設けるのか線を引くのか、そしてそれを分かりやすく告知するのかというのも大事になってくるんですけれども、現時点においてこの乗り継ぎを、共同市としてもいろいろ具体的に推進されるのあたって、また研究、分析されるのあたって、今、私がえーご紹介したような懸念とか、そういう問題点に関しては、どんなふうに今、お考えになって対策を今、検討されているんでしょうか。担当部長 はい、あの現在のです、ねえー、乗り継ぎでございますがバスとバスを乗り継いだ場合はあの90分ということにしておりますでこの90分といいますのは、えー、乗り継いでいただく際に先生おっしゃっていただいたように、えー、便数ですね、えー、の多い少ないというのがございますで、えー、便数の少ない系統とか、えー、乗られましてもある程度ダイヤの、えー、間隔などを見まして 乗り継がれる場合に90分あれば、えー、ほとんどの方に対応できるというふうに考えております。で、あのそういう方の中で90分という設定をしておりまして、えー、こ,これでほぼあのできてるのかなというふうに今は認識しておるわけでございますが、まあ、このへん、えー、今後のです、ね、構築する中でいろいろ検討はしていきたいと思いますが、今のところ、まあ、90分というところであのほぼあのできてるのかなというふうには認識しているところでございます。吉田委員 まあ90分ではまあ妥当かなとは思うんですけどね、その上でもう一個だけちょっと懸念があるのは、市場通りにこだわって申し訳ないんですけども、まあ、市場からすまで、市場からす町で降りたと、市場から町で降りたとで、その市場から町で乗り継ぎずっとバス停で待ってると、えー、たくさんの乗降客がおられて、来たバスには乗れへんまま、まあまあまあだと。 いうようなケースもまあ出てきてしまうことも考えますと、それやったらまあ歩いた方が早いのちゃうかと思って、市場高倉まで歩かはるとか、それこそ市場,から市場堀川まで歩いて、堀川通りの、ね、金閣寺に行かをうされるような方々、えー、ごめんなさい、二条城に行かないの方々とかの、ね、ためにとか含めて、えー、同一停留所でも待つと時間のロスもあるし、乗れへん可能性があるとか、いろいろあって、首、えと、ー、停留所、札停留所、歩かはる方が、 出てきた場合ですよねその時に乗り継ぎというふうに認定されないかもしれないとで実際いや私らは結局乗り継ぎと同じようなことをやろうと思ってあの歩く街やし健康にもなるし一定以上歩いたんやというふうな、まあ、お考えの方はそのこの乗り継ぎの割引の、ね、対象として外れるのかどうなのかというのをそのいうことが出てくるわけですその判断がなかなか難しいんちゃうかと思うんですよね。えー 大丸で開門されるような方々いらっしゃいますよね、だからそ,のそういう,こう大型商業施設の高くなるのもあるかあるとかいうようなケースなんかいろいろあるわけなんですよね、その点の、えー、乗り継ぎに関しても、ちょっとこれからの研究がいろいろ出てくるのではないかと思いますので、よろしくお願いします。まあ、ちょっと時間もあの限られるようにし,ますしたいので、えー、ご答弁は結構です、えー、利便性向上のもう一個、トイレのことでございますけれども、えー、トイレの改修等々もあの、この令和2年度にね、 地下鉄の駅で烏丸線十条駅と北山駅を予定されておられるということでございます。これによってこの全駅のバリアフリー化が完了されるということで大変結構なことだと思うんですけれどもそのトイレの改修のリニューアルの,その中身なんですね。えー、いくらててされたと言ってもその一番最初の頃のの頃リニューアルの 時から考えると10年以上経ってる駅とかも出てくるわけであります。初期の時にはオストメイトトイレ等等その最新設備がないようなねあの駅のトイレの場合は結局はとまあえ何年後くらいからまた再リニューアル計画が始まるまではその時まで何でもしないというようなこととかもあるのではないかというちょっとの心配もあるわけなんですね。で何が言いいかというともうあの、えー オスト,メイト,トイレとか多目的トイレとかいう時代の状況に応じて出てきた新しい発想のリニューアルの件に関しては計画の練り直しというのは変ですけれども再度補足的な追加計画みたいな部分も 考えていかはることも大事なのではないのかなと思っております。もういただいている資料には令和2年度で全駅がまったん終了しますということですので、そうなると、えー、初期のころにはできていない分がいつ頃ぐらいから始まるんだろうかと、追加計画がね。いうその心配といいますかね、あの懸念を私はまあ感じていますので、この質疑においてですね、えー、かすませ線、東西線を含めた 地下鉄のトイレのですねリニューアルに関する考え方、今、私がご紹介した点に対するご答弁も含めて、今後の方向性をお聞かせいただきたいと思います土田高速鉄道部長はいあの今、あの先生がおっしゃられたように、えー、段差解消につきましては、令和2年度でもあの完了する予定でございます。で、えー 古いトイレの改修っていうのは一旦そこで確かに計画としては終わるということで、えー、オストメイトの機能、まあ、滝のトイレと言われている部分ですけどここについては実は7駅ほどあの未設置のところがどうしても残ってしまう状況にはございます、あのこれはあの事実でございますで、えー、現実私ども今、その7駅についての改修計画っていうのがまだトイレが古くないので、えー、持ってないっていうのもまあ事実でございます。まあ、ただそそのののオストメートメ機能その 多機能のトイレの機能がまあ必要やということは実は私どもも意識はしておりますので今ここで計画がどうのこうのということは申し上げられませんけれどもそういうことは念頭において今後、改修の機会にはやるように考えてまいりたいというふうに思っております吉田委員まああの、交通局に限定するのではなくてです、ね、京,都全京都市全体的な、まあえー、ユニバーサルツーリズムの在り方を年々。 え前進させていいくというね考え方ににった時にですね交通局のお取り組みもですねえ今のご決意もあ,のありましたのでその点を我々も応援させていただいてえ京都市全体的な流れの中での,この公共交通機関まだ多くの方々が利用される日本中また海外の方が観光客として来られる京都市の公共交通機関のえ重要な、あのー ポイントでありますトイレもですねやはり訪れた方々の印象から見たらね、非常に上等を占めるあの良かったと思う点悪かったと思う点の大事なポイントになるわけなのでこの点もよろしくお願いします最後にですね安全対策についてであります地下鉄の止水板をあの設置を年次計画されてまして平成28年から えー、令和元年まで12駅31箇所、止水板が、えー、設置をされて、そして、えー、令和2年度から第2期が始まられるというようなあのこともお聞きをしているわけでございます。これは非常に大事なことでありまして、やはりあのゲリラ豪雨等々を含めたです、ね、あの洪水、水害等々の、ね、心配もありますし、実際にあの伏見区の小栗ス地域ではですね、まあ 人為的な原因が大きな上と占めてますけれども、実際に大変な被害をもたらした浸水被害がありました、その時にもちょうどその、えー、地,面地上の,その傾斜が低い地下鉄駅の周辺もです、ね、水がついたということでございます。でそれがど他の地域のどこでどんな形で起こるかというのもね、そのあ,のあらゆる事態を想定しないといけませんので。 しかの管理の上からおいてもです、ね、この止水板というあのお取り組みはです、ね、非常に重要な意味を持つと思っております。でそこでこの2第2期の,あの事業のご説明を、まああのえー、資料として、えー、提出をしていただきましたところ、令和2年度から5年度までの4カ年計画で,です、ね、10益25か所をご検討されていると。 いうことでありましてその第1年度の令和2年度を国際会館駅と五条駅十条駅市役所前駅でされるということであります、まあ、我々この、えー、市会議員もそうですしまた市の市役所に用事で来られる市民の方々がたくさん利用されるまた職員さんもあの公共交通機関この地下鉄をはじめとするこの、えー 電車等々で通勤もされるわけでありますので、この市役所用前駅の止水板をね、されるということが極めて大事なことだと認識しておりますので、私としても、この4カ年計画をね、着実に前進していただきたいと、期待をしているわけであります。ただ、1点だけちょっと心配なのは、この三条京阪駅が一番最終年度にしてあるということでございます。三条京阪駅というのは、それも川に近いですしね。 であの出入り口にも数もありますよね。であの京阪の駅ともまあ連動しているので一見この京阪の駅の方の出水場があるので市役所の京都市交通局の分担は。 危機の、ね、のの下級要はないかかももりませんけれどもちょっと私はこの1箇所における3条件変更が令和5年度にしかされないということは、えー、もうちょっと早くしてもええのかなのに遅くされているので何、えー、か理由があるのかなというふうにちょっと心配をしたわけでありますが、えー、これに対するご説明をお願いしたいと思います中山高速鉄道部担当部長。 はい、ええ、定期の止水板についてでございます。あの、今先生、ご指摘いただきましたように、三条京阪駅、非常に鴨川に近くて。えー、浸水の恐れの高い駅であると、いうことで認識しておりまして。ええー、まあ、の、ご紹介ありました。平成二十八年度から令和元年度までの。この止水板設置計画の、前に。ええ、私どもの三条京阪駅出入口には、止水板を設置しております。で、今回、この第二期の計画で、三条京阪駅につきましては。新たにできました、ハザードマップで。 当初の想定よりも高い水位が想定されるということで今のようも高さを上げないかと,ということがなっております傘増しするためにはやはり根本的にはちょっと強度の面等での検討が必要になるということで検討の時間を設けておりますまた市役所前駅もご紹介いただきましたけれどもこちらの方も現在、えー、平成29年度で設置したしておりまして こちらの方も高さを積み増しするんですけれども、この第1期の中でやった中では、将来積み増しもありえるなということで、ある程度対応できるものにしておりましたので、簡易に止水板、パネルを足すことで対応できるということで、早めに行っている、三条計範につきましては、ちょっとそこまでできておりませんでしたので、構造改修する計画、設計を立てないかんということから、ちょっと遅くになっておるところでございますけれども、十分あの今、 前回の想定ですね。えっと共通前回防災マップに対する想定に対しては十分な高さを持っておりますので、まあご安心いただいて大丈夫かと思います。吉田委員、よくわかりました。あまああのあとはあのソフト部分ですね。あの防災訓練であるとかいざというときのためのですね避難誘導訓練も。 あの大事になってまいりますので、まあの当然ね、すべてのあの予算の内容、事業を網羅することはあれなんですけども、あのこのハード面でだけで終わらずにね、ソフトと連動させるという防災対策というのを大事にしていただきたいということをお願いいたします。最後になりますけども、あのこれはあの感謝とお願いなんですけども、あの現行の新型コロナウイルスの対策をですね、そういうの現場でも本当に 最前線で市民の皆様と接してれるお立場で、多くの職員さん、駅員さん、運転員さんが頑張っていただいています、またそのご支援をされる、事務方の皆さんも、ですね本当に気の昨日休まるところのないような思いで頑張っておられると思いますけれども、どうかお体、健康にしていただいて、また迅速かつ丁寧で、親切な業務の遂行をです、ね、していただきたいと思います。一生懸命やっっっててももも褒めらられれへんんけけどちちょょとととしがこであば どうななってんなというふうになってしまうことが多分にある立場でもありますけれども、それを、ね、本当にいい意味で励みにしていただいてです、ね、逆に自分たちが頑張れば、京都市がです、ね、非常によく頑張っているということが、市民の皆さんに分かっていただく、一番あの大事なポジションとして、ね、お仕事していただいているんだというふうに思っていただいて、頑張っていただくことをお願いをさせていただいたと思います。以上ですす進行いたします山岸 じゃあよろししくお願いいたします私からはです、ね、まず1点目、あの市バスの運賃収入の水準、また、市バス地下鉄80万人の取り組みについてお尋ねをいたします。えー、あの経営ビジョンによりますと、あの平成29年度ベースで、走、え、行、ー、1キロ当たりの市バスの運賃収入は634円と、今、また平成30年度ベースでどうなっているかわからないんですけれども。 まあ他都市と比較してですね低い水準にあるということでございます。まあこれは何を意味しているのか、もう少しこう分かりやすくですね、えー、ご説明をいただきたいと思います。はい、大塚企画総務部長。はい。えっ、ー、と今、えー、おっしゃっていただきましたのは。 警備上の中の、えー、取り組み位置、えー、ですかね、運賃収入増収を向けた取り組み推進の中にあります、表の中の記載のことかと思います、走行1キロ当たり運賃収入のたとし比較ということでございまして、えー、運賃収入がまあ,あの、 えー、この間あのビジョンを策定するのに当たりまして、えー、増収策をいろいろ考えていく中で運賃比較をやってみようというふうなあの発想の中で、えー、1キロあたりのじゃあ運賃収入というのを、えー、単純にまあ、割り戻してみたらどうなのかというふうなことであの積算したのがこの数字ということになってございまして、えー、ご覧いただきましたように、えー、他都市と比べてみましてもあの低い数字になっているというものでございます山岸氏。 そ,それがあの何を意味しているか私が思うのにはです、ね、あのお一人がこう乗られたときにあの他の都市と比べても、まあ、確かにあの例えば、ね、市バスは均一運賃区間でいうと230円でありますけれどもね他のところよりも少し高いんですけれどもそれでも実際にそれをこう、えー、どうですか市バスの運賃を、えー、お一人お一人乗って 1>, 1キロあたりで換算してみたところ、ですねいろいろな割引制度もありますので、安くなっているというような結果だということなのか、その辺はどうなっているのかというのを教えてくださいということなんです大塚部長。はいえー、とまずあの第1段階として、先ほど申しましたようなあの計算をいたしまして、この表を作成いたしました。でそそののの後にその下の表でございますが 1>, え1人当たりの乗車運賃と、えー、1人当たりにするとどうなのかという,ふうなことをまああの出した数字が、その次の段階としてその下の表になっておりまして、えー、まさに今、先生があのおっしゃっていただきましたように、さまざまな割引制度が充実しているがゆえに、1人当たりの乗車運賃ということになると、他都市と比べると、実は低かったんだという,ふうなことが、この形でまあ分かったという、そういう表になっております。山岸 分かりました、まあまあ、認識合ってるということでよろしいですね、であのこの問題をです、ね、解決するために、まあ、計画期間中の1日あたり1万人増の増客対策、また2つ目がですね、えー、と1人当たり計画前半期間中に乗車運賃の引き上げのこの2つの方策が示されておりますけれども、えー、具体的にですね、どのように取り組んでいかれるのか。まだ これからなので、なかなかあの具体的に言えるかどうか分かりませんけれども、その考え方の方向性についてお尋ねをいたします王子営業推進室担当部長、はいえー。ビジョンの中ではですね、えー、計画の前,前半期中に1人当たりの運賃乗車運賃2円増というのを。えー やっていくということを示しております。で、あの先ほどからも議論させていただいておりますけれど、IC カードによりますポイント制度の導入でありますとか、えー、バスバスを乗り継ぎ無料を視野に入れた将来的に、えー、検討とか言っておりますけれど、あの先も答弁させていただきましたけど、えー、乗車券類、いろんなあの乗車券複雑になっております。そういうものを全般に見直すことによりまして、えー、このような形を達成していきたいなと今度考えているところでございます。山岸委員。 できるだけこう、どうですかね、まあ、市民の皆様に、えー、過度の負担にならないようにです、ねあの、上手にあのその辺のところはあの考えてあの取り組んでいただきたいなと、なえー、1日目の答弁の中にもです、ね、聞いておりましたら、こうできるだけこう多く乗られる方はです、ね、できるだけをこう割安にしていくとかです、ねまあ、そんな考え方もあったと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 それと、市バス地下鉄80万人の、えー、お話なんですけれども、2028年度までの経営ビジョンでは、運賃収入の増収目標からはです、ね、市バス地下鉄合計で、これ見てると、2万8千人の増客というふうなあの数字が出ておるわけですけれども、平成30年度、76万1千人に、 あと3万9千人ですね増客して80万人を達成するというのがですねもともとの,その80万人の計画だというふうに思うわけですけれどもあのその辺でですねこうどうですか、たやこう経営ビジョンではですね2万8万八千人というような増客になっててで80万人の方ではですね3万9万九千人増やさないといけないというようなことでその辺のその どうですかねそれぞれの目標の組み立てが本当にそれでいいのかどうなのかそのあたりはどうなのか教えていただけますか。大塚部長 はいこの80万人の目標につきましては、この間、定めて80万人の増客対策ということで、この間、取り組んできているものでございまして、この80万人というのを一つの大きな目標と据えて、この間、やってきている取り組みでございます。で今先生にご紹介いたたただきましたそれぞれぞの方で1日あり1万人 それから地下鉄の方で1万3000人の増というふうな数字につきましてはビジョンを作るのにあたりまして財政計画というあの形で策定をしておりますで先ほどのバスのほうであの運賃、えー、と乗車運賃の2円と合わせて、えー、バスで言いますとお客様を1日当たり1万人増ということにすれば えー、2019年と比較して予算費で8億円が増になると、でそれによって収支がトンんトンになって、えーまあ、今あ、起こっておりますその人件費等々の増によりまして非常に苦しい状況でありますがこれを10年の間でまあ解消して後に負債を残さないような形のところまで持ってこれる。まあ、そ,のそういうい と収支上の計画を立てるのに使っている数字でございます。合わせて同じような発想で地下鉄事業の方につきましても1万3千人、まあ今のあの増客している状況等もあの判断いた見まして、まあこれだけのあのお客様を しっかりとあの乗っていただくことができれば、収支計画上で言いますと、あのこのビジョンに載っておりますように、しっかりとしたあの将来を見据えられるような数字であると、まそういうあの引き続きのものでございますので、収支計画上のものと、あの我々が本当に目指している目標としてのそのあの数字とのま違いであるというふうにあのご理解いただけたらなというふうに思います。山岸。 まあ、あのということは収支計画では、あのこうそれ、今言うたあるようなお話ですけれども、実数のやはりその80万人というのは、しっかりと、えー、目指していくという考え方には変わりないと受け止めておいてよろしいわけですか、はい、山本次長、はいあの、その通りでございまして、80万人を目指すということについては、な、え、ん、ー、らその目標を書いているつもりはございません。 ただ今、大塚申しましたとおり、収支の、まあ、言ったらデッドラインといいますか、これはやはり満たしていかないといけないということの一つ、数値を持っていないと、我々の財政を将来に、まあ、借金を残さないといいますか、赤字に将来的にならないと、そういったことの、まあ、最低守っていかないといけないラインを一つの印として守っているところでございます。 その割が1つはバスも地下鉄も偶然なんですが8億円の増収ということがやっぱりないと今のこの経営いわゆる経費の状況の中ではダメだとその中で地下鉄バスと,ともに増でそれと少しやっぱり単価という言い方がいいですかありますか1人当たりの乗車運賃が少し低い部分があるとここには一定 あの何らかのやはり対策を打っていかないといけないんじゃないだろうかと、まあ、そういうような形で目標については、あ,のあくまで80万人を目指して、高みを目指してまいりたいというふうに思っています山岸、はい、かりましたそれとですね、まあ、そうされたときに、まああのえー、令和2年度の、えー、どうですか、増客についてもですね、えー 市バスが37万2千人でそれから地下鉄が40万9千人ということで計画を出しておられますそういう形でこう、えー、こう80万人の計画を見ているとこう毎年度毎年度のですねその増客の目標っていうのがちょっとどこを見ても私分からなかったんですけどもなんかそういうあの毎年度毎年度前の地下鉄の5万人の増客計画の時であればですね きちっとこう立ててあの取り組んでおられたと思うんですけれども、そういうあの目標設定をですね細かくやりながらあの取り組んでいくようなあの方向っていうんですかね、そういうのはあのお考えがあるのかどうなのか、その辺はどうでしょうか。営業推進室長 はいあのー、毎年度のあの取り組み数字っていうのをあの設定してっていう形でのあの取り組みを進めているというわけではございませんあのー、特にあのこの八十万人という数字非常にあのー、なんていうんでしょうか厳しいと言いますか高い目標でございますでこれに向かってとりあえずあの力をあの集結していこうっていうそのスローガン というような意味合いもございますので、えー、この80万人をいかにあの早く達成するかということがあの、財政経営の安定化につながるというふうにして考えておるところでございます、以上でございます山岸、まああのえー、これはもう要望にしておきますけれども、やはりその毎年度、毎年度、ど,の、えー、どれぐらい増却していくのかということをしっかりです、ね、分かりやすく示して取り組んでいかないとです、ね、最終的に80万人というのでは、 やっぱり単年度単年度でいろいろ頑張っておられてです、ねえー、今年度はこれだけ頑張ろう来年度はっていうそういうあのどうですか幹部の皆さんもです、ね、呼びかける時に呼びかけにくくなるしモチベーションとしていかがなものなのかなとも思いますのでやっぱりあのなかなかこう80万人という目標が 大きいいのででとうことであれば地下鉄5万人の時もですね専門家の方々から絵空ごとやって言われながらもですね達成されてたっていうような経過もございますんでねやっぱりそういう形で、あのー、単年度ごとにですね、えー、きちっとこう積み上げていって80万人いこうぜっていうような形でですね取り組んでいただいた方が、あのー、分かりやすさの点でもですね 我々にとってもそれで、あこれだけやっぱり頑張っておられるんだなということもはっきり分かりますしね、ぜひそういうような形でですね、進めていただけるとありがたいなと思いますので、これはまあ要望させていただいておきます、それからもう1点ですね、もうあんまり時間もなくなってまいりましたので、あのえー、とまた来年度ですね、えー、とこの混雑対策ということで、前乗り後ろ折り方式の拡大をしていかれると。 いいうことでございますがでその際にですねちょっとこうネックになるのかということで伺っておりましたのがやはりその前乗のり後ろ降りはいいんやけれどもそのチャージをされるようなお客様がいた時にですねちょっと時間がかかってご不便をおかけすると。 ようなこともあったので今回あの、えーっとその、スムーズな乗車のための IC チャージやバス一日乗車券等の日付印字が可能な移動式運賃箱を500万円で、えー、京都駅前のバスターミナルへ2台配備するということでございますがこれはどのような運用になるのかそれはもうずっと常時こうあの、えー、設けてそれから人もそこに貼り付けてされるのかどうなのかということと それから、まああのまあ、そういうスムーズな乗車のためで今やったらまだ荷台で済みますけれどもこれからどんどんですね均一区間内に拡大していこうというような方向性がある中であのスムーズな乗車のために、えー、その都度その都度ですねそういうあの機会を あの別で設けてやっていると、ですねそれはそれで予算もかかりますし、大変なことではないかなと思いますので、まあ、そういう移動式の運賃箱がなくてもよいような方策ということも、ですね一方で考えていかなければならないのではないかなと思うんですけれども、その2点について、お、えー、お答えお願いします中山自動車部担当部長。 はい、あの協定期前での移動式運賃箱による、まあ、事前のチャージ等でございます、あのこれはですねあの、昨年の3月から実施をいたしました、105系統、また東山シャトル等のです、ね、前乗りで運賃を頂い,いている際に、いわゆるバスにご乗車いただいてから、1日乗車券の日付を印字される、当然、1回目はそうなります。 それから、また IC をご利用いただく頻度が増えてまいりまして、えー、IC をご利用いただくのが多くなったんですが一方あの残高不足になりまして、えー、規定のまあ料金2003円引き落とせないというお客様もおいでになって、えー、ご乗車いただくときにちょっとまあ時間がかかるのが目についたということをまあ解消するためにバスに備え付けてます運賃箱と同じものをあの 協定機におきまして、当然あのバスと同じ運賃箱でございますので、そこへま紙を貼り付けて運用するというものでございます。基本的にあのシーズンのみの運用をして、あのお客さん多い時の運用というふうに考えてございます。以上でございます。進行いたします田中委員。えー、すみません、あの私は昨日もまああの質問させていただいたのはまあ。 あのまあ、この京都市のが市民の足としてという話をさせていただいた中やはりこの京都市交通局さんがですね、まあ、京都にある公共交通のまあ中心的な役割を果たしてほしいというまあ趣旨でもお話をさせていただきました。まあ、そんな中ですねややはりあの、まあ、今後やはりり今後 しっかりとですね私思うのは、ですねまこの京都市歩く街というのも、京都というの昨日お話しさせていただきましたが、ま車からま公共交通にです、ね、いろいろとシフトすることによって、ですねまこの京都市の交通局のま増収、増客にもつながりますしまた、景気盤の強化につながるというふうに私は思っておるんで、できる限りまあ車から、ま こういった公共交通を使っていただくそのためには何をできるのかまあ、車からに依存しないまあ社会のをしっかりと作っていくにはですねどのようにしていくのかという中でですねまああの近年はずっとあのまフィンランドで始まりましたマースという言葉があるというふうに思っておりますしまあ、本当にこのマースというものはですね今バラバラにまあタクシーのようなタクシーを止めるとか電車は電車という部分をですねま一、あ、つのアプリによって電車バス またライド、自転車のシェアとかそういった部分をです、ね、一括的にできるアプリだというふうに思っております。まあ、いろいろとこれは都市計画局が中心にいろいろとまあ事業者との今話を聞いてる段階で、まあ、具体的にまあこの京都市で何か今、アクションを起こしているということはないんですが、まあ、交通局としてです、ね、このマースに対するまず考え方というか今の現状みたいなのがあればお聞かせいただきたいんですが。大塚企画総務部長 はい、えー、この,あのマース、今あのご紹介いただきましたように、えーっとまあ、あの乗って、えー、いろいろなその交通手段を乗って、でまあ、決済まで一括でやるというふうなところまでが一般的に、まあ、あのマースの目指すべき、まあ、目標の姿だといううに言われている、でえー、その中で、まあ、あの交通局としてあのどうなのかというふうなご質問でございます。あのえーえー、この、まああの,元々このマースが海外の方で、えー してきていると発展してきているのはあの自動車が非常に多い中で公共交通の利用促進というようなことにも役に立っているというふうにお聞きしておりますでその理念から言いますとあのまさにあの歩く町京都ということで推進しております京都市の理念にも沿ったものであるというふうに思いますし、えー、当然公共交通機関として、えー、市内のかなりの部分を渋っております京都市交通局といたしましても、えー、当然これについては、えー、しっかりとアンテナを張ってで状況については常に確認をしながら何ができるのかというようなことを考えていかないといけないのかな とといいう,うに認識しているこでございます田中委員、まあ、あのなかなかマース一足飛びにですね、まあ、決済までっていうのはなかなかもうそんな難しい部分でありますし、まあ、いろんな段階でですね、まあ、進めていく部分でありますまずは、まあ、あの目的地京都に、まあ、多くの観光客も来られますしいろんな形で,です、ねまあ、観光客の皆さんも含め、まあ、移動するのにですね、まあ えー、今やたおもてなし、コンシ今週末の案内であったりです、ね、あのバスナビというまああの紙の媒体とかもあると思うんですが、マ、ま、ウ、あ、スに対して,ましてはです、ね、おそらくこれ、まあ、スマホのアプリ等がです、ね、一番関連はしてくるというふうに思っております、まあ、私も移動するとき、ね、何で一番見るかというと、やっぱりグーグルマップに目的地を入れるとです、ね、ある程度出てくるというのがあるんですが、まあ、京都市として、交通局のホームページにもです、ね、リンクが貼ってあります。こののバス鉄道,鉄道の達人 これに関しましては、どのように交通局として関わっておるのかというのがあれば、お聞かせいただきたいんですが。大塚部長 バス鉄道の形につきましては、アルクマッチので、あで運用されておりますアプリでございます、であの一定の,提供あのデータの提供等は交通局の方としていたしておりますけれどもあの、なかなか運用するのにもそれなりに資金のかかるものであってというふうなことをお聞きしております、ただ、使っていただけいいると分かりますように、非常にあのかゆいろに手の届くような機能もついておりますので、活用していただきたいというふうには我々としても思っているところでございます。 田中委員あの、ね、使っていただきたい、これ、まあ、PR とかですね、まあ、どのようにされてる部分があるのか、そのあたりもお聞かせいただきたいんですが、大塚部長、えー、基本的に歩く町の方であの PR されております、えーまあ、そういったあの、えー、社内での広告等にもまあ協力をしておりますし、あるいはあのホームページ等で、えー、連携するというふうなことで、えー、普及をしている、普及活動をしているところでございます。 本当に、ね、こういった、まあ、これが、まあ、その入り口な部分もありますしこういった部分をです、ねまあ、交通局さんとしてもやはり、まあ、あの観光案内所といろいろと各参観、えーまあ、とか。まあと 都市計画とかいろいろとですね連携もしながらですねやはりこのアプリっていうものを使っていただいてまぁ、あ、観光に便利な部分をですね推し進めていただきたいというものを思いますしまあそれがマースのあの一つのきっかけになるのではないのかなと思っておりますそんな中ですね今回は私ちょっと聞かせていただきたいのはまあ、あの今本当に観光、えー、客が多かった時はですねバスの中が混雑している路線があったとそういった部分をですねなんとかこう乗り しっかりと観光客とまあ一般の方を分けられる方法はないのかなといろいろと考えていたところです、ね、い、ま、ろ、あ、んなところ観光地がです、ねまあ、観光型マースというものをです、ね、結構やられています。まあ、沖縄も今、実証実験中でありますし、まあ、瀬戸内のエリアもやられております。ままたた伊勢でもまた丹後北海道 で新潟、また伊豆の方でもですねこの観光に特化したマースっという形でやられておりますししっかりとそういった部分でですねあの、まあ、京都市がそんなすぐに回スはできひんのは分かっておりますけどこの一般の方とですね、まあ、観光客をこのもしアプリを使ってこ一般の方はこのルート、えー、観光客は、えー、選んだらこっちというすみ分けができひんのかなと思うんですがそういった部分で観光型マ回スというので何か思いがあればお聞かせいただきたいんですが。 大塚総務部長。 はいえー、観光型マウスあの、今ご紹介いただきましたように、えー、全国のまあ有名な観光地でいくつかまあ取り入れられているあの仕組みになっております、まあ、あの主にあの見ておりますのは、そのパッケージとして、あのそれなりに距離がどういうろを、こういうパッケージであの移動していただけたら、観光回れますよといったようなことがまあ中心となっているのかなというふうに思います。であの京都市といたしましては、もう今もあのご紹介いただきましたように、やはり混雑対策というのがあの何よりも課題かなというふうに思います。あの例えば では今おっしゃっていただいたようなこういうルートをたどればというふうなことが、えー、アプリから見れるような仕組み、まあ、これはあ,のある種一つの,その,そのまあその在り方の一つなんだろうなというふうに思いますでただそれにつきましてはあのおそらくそういうことを考える、まあ、プラットフォーマーと呼ばれるような方々が、えー、いろいろな形でのサービスの提供されるんだろうというふうに思いますで、えー、我々といたしましては、えー、プラットフォーマーというよりかはあの一時的にその車両を動かしているところでございますで、えー、今どんなふうななう状況になっているかというデータ ををまずその整備をししてて提供していくというふうなことがまずあの我々が考えないといけないことなのかなと、でそれをまあどういうふうに活用されるのかというのは、あのいろんなその事業者さんなりが工夫される、あるいはまあえー行政の別の機関が工夫するといったようなあの展開になってくるのかなというふうに思っております。であの昨日もあの少しあの答弁ございましたが、今あのそういう意味で、えー、国の方であの標準的な企画についての検討がなされておりまして、そういう企画に合わせる形で我々のデータの持ち方 ができないかというようなことを、えー、検討をあの進めているところでございましてであのこれがなかなかかなり費用がかかるのではないかというふうなあの見込みもございますが、えー、しっかりとそういったことを見据えながらデータの整備についての検討を進めていきたいというふうに思っております田中委員まああの本当にこのまあ看護型まあ先ほど紹介したとしては大体まあ民間ベースが やられている部分がありますし、なかなか行政が主導していったら難しいと思います、まあ今言っていただいた通りですね本当にいろいろとそういった状況が来たときにです、ね、対応できるようにです、ね、やっていただきたいと思いますし、本当に今本当にバス混雑、それを解消するには、やっぱりこういった方法も含めてです、ね、でいろいろと、交通局の中でもいろいろとアイデアを出しながら、ですねやっていただく一つの方策としていただきたいんで、よろしくお願いいたします、以上です、はい、進行いたします。 赤坂委員、えー、私からは4点質問します、1つは、えー、現在、経路上車掌がこのシバス地下鉄の中で大きな役割を果たしているという点で、シバスで1日7万9千人ですか、年間2900万人。 で44億円地下鉄で1日2万5000人年間1100万人14億9000万というのが収入として入っているということがこの間の資料でも出ておりましたそういう点でも経路乗車証福祉乗車証合わせて年間59億円の一般財源からの投入もあり非常にこの乗客増という点では非常に重要だと いうう認識はあるんでしょうか、まあ、高齢者がこれから乗ってくれるような利用者を増やそうという取り組みが必要だというふうに思うんですがいかがでしょうか毎年10万人程度で70歳以上は増えていきます,す、はい。坂根営業推進室長 はい、あの高齢者の方にご乗車いただくということ、あの非常に重要だと思っております、あの例えばあの今あの、いろいろお話ございました通りですり、ね、例えばあの免許の返納のお話というのもありますし、まあ、あのそれは安全上の問題というのもございますで、そういった中で、高齢者の方にご乗車いただくという観点、非常に重要な観点だというふうに考えております赤坂委員。まあ、特にあの、市営地下鉄と近鉄電車の総合乗り入れがなされています。 これは私、代表質問でもしたんですけれども、地下鉄の利用者の利便性を高めるということと、近鉄の利便性を高めるということで、地下鉄は武田駅から近鉄奈良駅まで、近鉄電車は武田駅から国際会館まで、事実上の延伸となっています。それも特別なおがかりな鉄道の敷設作業とか工事が必要な,必要なことはなく、伸びているんですから、相互に利用者が増えており、 利益があるというふうに思いますががいかかでしょうかまた、京都市地域の武田区域の、えー、伏見区域の武田以南の方にとってはです、ね、地下鉄の延伸というものはあったけれども利便性は高まったこれは近鉄の負担が増えているのは変わらないと、えー、近鉄区間としてこれ認定されていないからこの地下鉄の延伸についてもです、ねえー、実際に使えないと。 地下鉄バス1日乗車券も利用できないというのが、まあ、負担の格差が生まれているという当局の認識はあるんでしょうかいかがでしょうか。王子営業推進室担当部長。はいあの地下鉄と近鉄の関係でございます。あの今ご紹介いただきました通り地下鉄と近鉄の総合直通をしておりまして奈良の方まで。 いってるということでございます。 であのそれぞれ、これはあの武田駅ですね、高枝駅を境に、えー、地下鉄からすまんそれから武田駅から南が近鉄京都線あの、もちろん近鉄は京都駅からということになりますが、いうことになっております。で、あのお互いにそれぞれの収入というのもございますが、まあ,あのそれ言いますと、相互直通するということは、お客様の利便性向上を図っているということでございます。そういった中での相乗効果というのはあるかと思います。で先ほどのあのあ、えー のことは経路乗車証であの乗車武田ができないということではでございますでしょうかあの、もしそれであるとするならば、えー、私も、ま、言いましたように武田から南側は近鉄京都線でございますので、えー、ここの管理は近鉄されているということの中で、えー、我々は、えー、武田駅までの地下鉄の部分の方を、えー、保健福祉局の方から。 負担を頂戴しておりますで、この先の部分は近鉄という話になりますのでそこについては保健福祉局の方で、えー、検討されるべき案件ではないかというふうに考えております高坂委員あのずっとその話を聞いてきたんですけどね、えー、武田駅から南は近鉄ですというふうにおっしゃるんだけども実際に地下鉄車両は走っているし、えー、地元の人にとってもですね、これ、えー 地下鉄バス1日乗車券というのは、これ、禁止区間であれば利用できるわけで、この点、結局、近鉄だというけれども、地下鉄の延伸だから、実際には地下鉄としての利用としての利便性を高めていただきたいということを強く求めているところです。にるために近鉄向島駅から これ始発にしてもですね国際会館や六時蔵駅までの料金というのは地下鉄の最高料金内で払われるんじゃないでしょうか普通、運賃負担というのは伏見区域の近鉄電車分の負担は軽減されますがこの向井島駅から同じ地下鉄車両の国際会館行きというのは走っているわけですね。 近鉄部分でで走ってるわけですでその近鉄部分だけ払うというのは、まあ、これは合理的ではないとこの地下鉄の延伸地域であるんだからしっかりとこの地下鉄として走らせていただきたいということを延伸だから地下鉄と同じように地元の皆さんの負担が軽減できるようにしてほしいというふうに思うんです。で特にこれあの 近鉄向かい島を始発にして計算してもですねあの国際会館も六時蔵駅も京都市の地下市営地下鉄の最高額で、えー、できるわけですね、えー、私調べてみますとあの武田駅経由で近鉄で国際会館まで行きますと540円、えー、それをお向かい島駅から直接この国際会館まで 地下鉄で乗車したとすると大人で最大5区としても360円でいけるわけですねでだから近鉄部分が入るために近鉄部分が入るために540円という形で負担が強いられているということでございますのでこの点早期にです、ね、地下鉄部分についても京都市の奈良までとは言いませんから この伏見区域、京都市域、その部分についての,この地下鉄の走っている部分についてはです、ね、これ、緊縮区間として早期に決定していただいて、この取り組みがみんなに公平に渡るようにしていただきたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか王子担当部長。 はいえー、とただいまのお話でございますけれどあのまた繰り返しになるかもしれませんけれど、えー、それぞれの鉄道会社というのは分かれておりますで、えー、日本の鉄道の運賃の考え方はそれぞれの会社で独立した、えー、運賃をまず、えー、出してそこを閉算していくという方向になっております、えー、従いまして、えー、先ほど申しましたように武田駅から南側が 近鉄京都線てでなっている以上ですね近鉄とわれわれ私ども地下鉄を乗り継いだ場合は閉鎖されるということでございますなお向かい島からですと竹田駅を経由いたしまして九条からくいな橋の間で、えー、ごめんなさい、えー、と九条からくいな、えー、九九橋間は10円 の,あの双方から引くと、それから、えー、強定期でありましても10円引くという措置を取らせていただきます、それとあの先生おっしゃいました、均一運賃区間というのは、あのバスの議論でございますので、これはちょっとち、えー、鉄道の議論とはなじまないかなというふうに思っているところでございます赤坂委員いや、均一区間というのは別に、あのバスの市バスの概念じゃないでしょう、いわゆる地下鉄も入ってるんじゃないですか。 大体いい地下鉄、バス、この1日乗車券という形でこれ、使えるようになっているわけですからね、昨日もこれは向かい島までは空きませんということになっているわけですから、だから同じ市民としてこれ、活用するということができるようにすべきではないかというふうに思うんです。で、市内中心部からね、向かい島の駅に降りられた、軽路乗車車で来られた方が、 なんで向かい島まで経路乗車所で乗れないのかとで、ここは京都市ではないのかというふうに言われました、そういう点で、この向かい島は京都市内ですし、経路乗車所や福祉乗車所で、まあ、地下鉄1日乗車券で乗れるように改善を求めたいと思いますが、いかがでしょうか王子担当部長。 繰り返しで申し訳ございませんがその区間が近鉄線であるという以上その対象は近鉄ということになります従いましてそこに対します部分をどうするかというのは交通局で判断すべき事項ではないと考えております赤坂委員まあ先ほど走らせているのは交通局やからね地下鉄車両が走ってる運転しているのは近鉄の運転手かもしれませんけども延伸してるわけだから延伸の部分を やっっぱりしっかりしかと見ていいたただきたいでここでね保健福祉局に問い合わせをしたら、まあ、これ6,000万円の負担がいるというふうなことをおっしゃいましたで6,000万円ということは、まあ、仮にそうであるというならば今までですね京都市民でありながら年間6,000万円の負担をですね京都市の本来公平性を保つ経路乗車証や福祉乗車証で 乗れる、そういう公平性を保つという点で、えー、負担をおされて今まで来られなかったということで、本来、京都市が負担すべきものを今まで放置されてきたということではありませんか、市長の説明にも、有利子負債で、えー、これ、ピーク時から1554億円、3割縮減させたというふうなことも書かれています。6, 万円というのは 別にこれ、市民の本来の負担すべきものではないというふうに思いますし、地下鉄もしばすも、1日あたりのお客さんの増加を目指すならば、この地下鉄の禁止区間を伏見区内全域まで適用すべきというふうに考えます。経路乗車証の交付率が伏見区内でも、向島地域の人が少ない、低いのは、乗れない地下鉄が走っていると。 いいうふうに言言っても過ででないようなよ状況です地下鉄に乗せないというふうな状況になっているというのがこの今の経路乗車証福祉乗車証の実態ですからぜひ地下鉄の方でこの金質感間を拡大してこの適用できるように検討していただきたいというふうに思いますがいかがですか。王子担当部長 誠に申し訳ございませんが、われわれが運賃を設定できるのは、武田駅まででございます。武田駅から南の運賃設定をされるのは近鉄でございますので、私どもが運賃区間を広げるということはできません。近鉄の運賃が適用されるということでございます赤坂委員。あのね、代表質問でも私言いましたけれども、名古屋市ではもう、名鉄と総合乗りのところについてはやってるんですよ。 だから名古屋市では2022年から JR、名鉄、そして近鉄もですよ総合乗り入れのところについてはこの名古屋地域については経路乗車証、経路パスで乗れるようになるという,ようなことを言うてましたからそういう点ではです、ね、先ほどの原則を強調されておられますけどもこれは改善できることだというふうふに思いますのでぜひ検討してください。 それから他都市でもです、ね、これ交通基本交通政策基本法に基づいてです、ね、交通基本条例を作成しているというのがあるんですね。で特にあの市長がいわゆる周辺部の,この対策ということで交通対策を言っておられましたけれども石川県の金沢市の公共交通の利用促進に関する条例これ平成19年3月に制定されています。 福岡県福岡市は公共交通空白地等および移動制約者にかかる生活交通の確保に関する条例というのが平成2 0年3月にも制定されておりますで新潟県新潟市は公共交通および自転車で移動しやすく快適に歩けるまちづくり条例というので平成24年の7月に制定されています そういう点でも、ですねこれ、国交省のホームページに紹介されているんですね、あのぜひ市長が言う交通不便地域の解消というならば、ですね京都市も条例制定で具体的に解決する取り組みを実施すべきと考えますが、いかがでしょうか、はい、大塚部長。 はいえー、っと今、えー、おっしゃられたのは交通基本条例に関することかと思います。えー、国のほうで、まあ、交通政策基本法が策定されまして、えー、その中で、まあ、自治体交通事業者の果たす役割というのは定められているということでございます。であのこの交通基本条例につきましては、まああのえー、考え方といたしましては地域全体の交通政策にわたる 関わるような条例というふうな位置づけのものであろうというふうに思いますので、それを所管する、市の中のしかるべき部局が検討されるものであろうというふうに思います。われわれといたしましては、そういったことがもし検討されるのであれば、事業者として、参画あるいは意見を申し述べていきたいというふうに考えております赤坂委員。あの叱るべき部局というのは、まああのは時計の ことを言ってはるだと言思うんだけどもしかし交通政策についてはその時計も含めてこの交通局も入って大きなレベルで京都市の交通政策を考えてるんでしょどうなんですかそれ考えてるんやったら別にしかるべき当局の声がかからないと交通事業者としてできないということではないと思いますしぜひこの点 あの交通不便地域の解消という点で,です、ねまあ、いろんな点であの課題があると思いますけどもそれを今まで、えー、山科なんかではもともと市バス走ってたのがなくなって、えー、地下鉄できて不便になったと第5の地域でもそういうことを言われてバスと地下鉄が連動してやっぱり改善できるという点での取り組みが必要だということがこの間の 京都市の経験かからも言えるんじゃないですかだからそういう点でもぜひこの交通条例、えー、基本条例を作成してですね、えー、地元の皆さんの交通不便地域の解消のためにですね、えー、交通局自身がですね先頭に立って声をかけるべきではないかと思いますがいかがですか。大塚部長 今、議員がご紹介されましたように、交通政策という点についての所管しておりますのは、都市計画局の歩くち推進室でございます。我々は交通局というふうに言っておりますが、公営企業でございまして、バス事業と地下鉄事業を 公益業法の理念にのっとって、しっかりと進めていく事業者でございます、その立場で、歩く町京都通信室が立てられる政策について、ものを申すべきところにはものを申しますし、必要な資料については提供いたしますし、参画すべきところについては、参画し、協力していきたいというふうに考えております赤坂委員あの。その通りだと思うんだけども、しかしね、私思うのは、やっぱりあの事業を進めているだけではないんですよ。 条やっぱりあの事業を進めていくことと合わせて公共の福祉の向上というのがこれあの、公営企業の責務でもあるわけですから、まあ、この点、えー、ぜひです、ねえー、住民の皆さんの声そして市民へのサービスの公平性という点からもです、ね、改善を求めるように、えー、交通局としても取り組んでいただきたいと。 いうことを重ねて求めておきたいと思います。終わります。進行いたします。島本委員。私の方から私の方からは、えー、とあの広告収入に関してですね、質問させていただきたいと思います。えっとあの今もね今のお話の中でも例えば、えー、公共交通に関して。 えまあ公営企業であるからその立場としてしっかりあの,市のね部局に例えばその件やったら都市計画局とかねしっかりその立場でもの申していきたいというお話もありましたねあの同じようにねえ公営企業としてね市のいろんな部門にねえしっかりとあの企業としての公営ではあっても企業としてのね立場でやっぱりあのもの物申していただきたいと。 あの私今ちょうどね聞いてましてちょうど質問させていただく内容がそういうことにもなってきますのでねあの是非お願いしたいと思うのは、えー、まずねあああのまあ、まあ、先週のあの他党の方の代表質問でもこの件出てましたけどねまままあまだまだあの 空いていいてるるススペースがあるじゃなかかとか、えー、努力しなければならないという話であったかと思いますけど私、えー、実感として思っておりますのはかなりねあのすごく努力しておられるっていうのは、えー、と思います、えー、っていうのはあの、まあ、実体験として知ってるんですけどもこの業種に使かせていただくこの業種に使かせておかしいで,ですね議員にならせていただく前の、えー、仕事でかなりね小津局さんには え広告あのお願いしてねえさせていただいた直接交通局さんが営業しておられるに違いますけどもあの業者さんがねしておられるんですけどまあとにかくすごい営業力でもうしょっちゅう電話してきてこられてちょっと空きスペースがあるとねえここの契約のここが何ヶ月間だけですけどちょっと空きましたんで年間契約より割安にね日割りよりもあれしときますから広告出しませんかとかね えまあどこそこが空きましたからしょっちゅうしょっちゅう来られてました携帯電話でもねしょっちゅう電話かかってましたわ、まあ、一生懸命本当にしておられるんやなと思っておりましたその中でえ局長の管理者のご答弁この間も聞きました22億円ですか。 年間の広告収入があるということで、これはもう一つの公営企業として、本当に、あそれ、もしね、あのちょっと数字が違いましたら、後で訂正してあ、さっき確認しておきます、いくらですか。はい、坂根営業推進、はい、あの22億と申しますのは、えー、と、駅長ビジネスと合わせてでございます、広告だけで言いますと、11億でございます。はい、島本委員あそれでも11億 駅中ビジネスの方が大きいのかなと思ってたんですけども同じぐらいあるいうことですか22億のうち11億が広告もう,もう立派な京都の中でもね、えー、多分いろんな広告代理店とか広告媒体持って広告によって収益を上げている会社ってありますけどもかなり大きい部類に入る大きいというか一番大きいぐらい違うかなこれだけの,あの11億円の広告収入を得ている会社っていうのはね企業というのはね えと思いますねですからこの部分ねまあ、駅ナカビジネスもこれまた別の機会でね今日も時間もありませんからあのまたお話しして質問させていただきますけどもねそれはそれで一生懸命頑張っていただきたいですがこれもこトちかとかね一生懸命やっておられるますの皆さんも議論しておられるからいいんですけど広告に関してはね本当にあのー えー、いろいろとね、あのー、まだまだできる余地もね今そのできる範囲の中で一生懸命しておられるんじゃないかなかなりご苦労しておられる部分,部分があるんじゃないかなと思いますのは、えー、例えば私もその広告ね出したい時に、えー、やっぱりねデザインとかいろんな面でね 京都はやっぱり景観条例もありますからあそれはちょっと文字の大きさはとかねあのあ、その色はとかねよくあのこっちがクライアントとしてねお願いしてるときに代理店の方とやり取りがあるんですよでなるべくなるべく景観条例に即して押さ、えー、えてなるべくじゃない規定があってしっかりとその辺マンセル値とかね文字の大きさとかありましてね写真の大きさとか、えー、それで出すんですけども、まあ、正直な話えー、っと 広告主お金を出してやっぱり広告してもらうからにはなるべく安くそしてなるべく目立ちたいこれも当然のことなんですよしかしやっぱり京都市民皆さんが景観条例に即して屋外広告物もねしっかりとその数値なり客観的基準をしっかり守ってやっておられる以上これは致し方ないな大阪みたいな派手な派手なびっくりするようなね電車1台にすごいね あのラッピングしておられるとほんまはあんなん出したいぐらいなんですけどあれを京都で走らすいうのはねそれはいくらなんでもとはあの思います思いますけれども、えー、その部分がねあのどうなのかなと思うようなところがちょっとね急遽いろいろ、えー、その時お世話になってた方々にもね調査しまして聞き取りさせていただいて重い口開いていただいてですねちょっと聞きますとやっぱりね えー、かなりご苦労しておられる部分があるように、えー、お聞きしました、えー、例えばのラ,ッピングラッピングバスなんかですねすごいあれあの売り上げも大きい一つ一つの小さい広告を出すより1台あたりで100万円200万円100万円150万円ですか、あのー、というのがあると思うんですけども、えー、ラッピングバスの,ラッピングのです、ね、収益というのは年間どれぐらいありますもんでしょうか坂根市長 はい、あのラッピングあの2種類ございます、えー、とラッピングフルラッピングというものとあとパートラッピングというのがあるんですがこのラッピング2つ合わせまして、えー、30年度の決算でございますけれども1億3000万頂い,いておるところでございます島本委員この部分がねあのねいろいろねもうちょっとねあの何ちゅうんかな、えー、クライアントのいわゆる広告主出す方の側に立っていただくとね これ難しいあの規制がいろいろあって大変ご苦労されているのは分かるんですよ。まずパートラッピングとねフルラッピングがあるということでしたけどもね僕らから見たらねあの正直に一市民の感覚として見たらパートラッピングフルラッピングどうも区別がねあの2台並べられたら違いを言われたら分かるんですけども上手にねパートラッピングというのはフルラッピングも全部をその会社の広告でするのと違ってえまあまあいわゆる あのあそ,まあ、そのまその説明も、ね、ちょっとあのしていただいたらいいですけども例えばですよ、例えばあの今皆さんもよく見ておられるど会社名を申しませんけども、えー、そうですねあの大手京都駅前にある大手家電店家電量販店の,あの広告非常に、ね、ユ,ユ,ユニークで目立って、えーね、バスの横に大きい大きいカメラの絵が書いてあって。 タイヤの部分をちょうどカメラのレンズに合わせてあってあいい子あの、いいデザイン、面白いな、ユニークだな、目立つなと思っておるんです。あれはなんか聞くとパートラッピングらしいんですね。えー、しかし、まあ、前面にそこの,あの会社の絵も描いてあるから、えー、僕らあのフルラッピングやと思い込んでたんですが、違うみたいなんですね。この辺の違い、なぜこれを分けているのか、もうね、あのー、っていうのはね。 フルラッピングになると聞くところによりますと、えー、諮問委員会というんですかここがかなりあのここの意見を聞かなければならないということになっているそうです。えー、この辺の辺事情をちょっと説明してください坂根市長 はいえっ、ー、とまずですねフルラッピングとえっ、ー、とパートラッピングの違いということで言いますと一つはですねえっ、ー、と広告の面積ですで広告の面積がフルラッピングにつきましては概ね30平米で、えー、パートラッピングはえっ、ー、と十五平米までという形になってますでえっ、ー、と車両でですねえっ、ー、と、えー、見分け方といたしましては一つはですね後ろで ございます後部全体に広告が入っているというものがフルラッピングでございましてパートラッピングにつきましては後部全体ではなくて何て言うんでしょうかあの窓の,あの一部窓までといいますかあの一部の部分が、えー、広告になっているというのがパートラッピングそういった見分け方ができるかなというふうにして考えておりますそれとあとはあ先ほどもございました審査の部分でございます、えー、フルラッピングにつきましては京都市の美観淵地審議会の方に諮問をする。 でデザインが特に優れていて歴史的景観を害さないものと判断されたものについてこれもあくまで特例の許可という形で、えー、許可の方をいただいております。でこれがですね大体の手続きにやはり6ヶ月ぐらいかかるということでそこも大きな特徴やという形になってございます。でもう片一方ででパートラッピングでございますがこれはあの えっと指紋という形はございません。ただし、京都市の美観、えー、風土審議会の委員の確認を受けた上で、えー、許可という形になってございます。またその他にもですね、交通局独自にもあのデザインあるいはあの先ほどお話しございましたように文字が非常に小さいとかですね、どうやっていうようなそういった部分も含めましてですね、審査の方をしておるところではございます。それとあとあのえっ、ー、と大きく違いますもう一点はやはり値段でございます。フルラッピングにつきましては広告料が150万円となってございます まして、パートラッピングが百万円という形になってございます。そういった違いが、あのパートとフルラッピングではあの違うという形でございます。島本委員、わかりました。パートラッピングですとね、要するに先ほど先言ったようなね、いわゆるフルラッピングほどの、えー、フルラッピングにするとね、諮問委員会でかなりしかも５ヶ月かけて、もう何回もこのお話聞くとで、ね、これはダメあれはダメ何はダメそれはダメもうこう直しなさいあおな直しなあ直しなさいと。 ね、あの客観的な数値とかそういうのはあんまりないらしいんですが諮問委員会の言ってみたら、まあ、厳しい非常に厳しい、えー、審査を、えー、受けなければならないと、えー、いうことがあるらしいんですねでパートラッピングはそこまでがないで100万円150万円この50万円やっぱり高くしてでも、ね、フルラッピングにしたいというところがあっても、ね、今のまんまじゃ本当にあのお話聞いてましたら、ね、やっぱりこれで。 えー、クライアントさんの気持ちがね、一番大事なのはね、皆さん企業としてね、企業として一番大事にされるのは、やっぱりじょあの乗客の方とか、お金を出して、えー、依頼主の方でしょ、えー、当然京都、京都のね、京都市の警官官の方も結構協力的らしいんです、そもまあ、問題はって言ったら悪いですけども、諮問委員会の方々ね、悪気があってやっておられるんじゃないと思います、諮問委員会のね、メンバーの構成を見,見せていただきました。ね あの学校の先生とか美あの学校の先生、大学のね美術関係とか芸術関係の高、え、名、ーあのー、な先生方が多いです。悪くはないんでしょう。あの頼まれてるから、京都らしい、えー、歴史と伝統、文化を損なわない、その思いがやっぱり先立っておられる、そういったデザインを走らせなければならない思いが先に立ちすぎているんじゃないかな、その先生方にもやっぱり分かっていただきたいのは、分かっていただかなければいけないのは、えー、やっぱり。 あの収益を上げなければいけない企業としてのね、そしてまた広告主がお金を何百万円もこれ、150万円出してでもしたい、しかもある程度は従っておられる、京都らしいデザイン、従って出しておられる、それを何回も何回もですね、まるであたかも、これは私の一個人的な見解ですけども、お話聞いててね、1枚の大きなキャンバスに京都の京都らしい絵とかデザインを描いて、 わざわざ誰かからお金をいただいてそういうデザインのものを作って市民に走って見せなければいけないという思いまでなっておられるんじゃないかな。じゃないんですよね。じゃないんですよ、それは。これはやっぱり広告なんです。目立たなければならない。お金はもらわなければいけない。ね、やっぱり市長どう言うんですか見た 方々に対する商業的なイメージなり何なりを持っていただかなければならないそれが広告というのは大前提なんですやっぱり学校の先生芸術の先生方その辺の観点がねなかなかやっぱり説明するのも京都市のせあのお願いする以上ね審査してくださいとお願いする以上はそれをまず前提で分かっていただいた上で上で先生方の芸術 とととかかか文化とか伝統とか京都らししいいうのにしていただいたらいいたらと思うんですだからあまりにもこの話聞いてますと何人も6人ほど先生がおられて座長の院長の先生がね集約で、ま、た各先生方の言うことを一つ一つを尊重してそしてそれを言ってくるのでもう言った受けた方はバラバラのことあれなんかね それも誰かが1人デザインしてくださってそれをね言ってこられるんやったらええけどもちょっとこれ客観的に見てみんなの意見をそのまま突き返してこられたなということでクライアントの方も2度3度そういうことがあったらもうやめようかというような意識減退につながっているという事実がはっきりあるということで所感もね 出しててくださってます私がもうあのこれ調査して重い口開いていただいてということですんでね何もここが告げ口してこられたとかそういうことじゃないですんで勘違いしないでくださいね今回の広告の件でですね私以前の経験からそうじゃないかなみたいなあの決して恣意的な えー、判断でもありませんし調査でもありませんけれどもいろいろと資料を取り寄せて聞かせていただいて客観的にどうも見ているとその辺の思いが、えーねあのー、非常にちょっと問題になっているんじゃないかなこのままではねこのままっていうよりもその辺分かっていただいた上でえで、ー、ある程度のある程度のねこれ見ますとまた何でしたらねあとで資料ねこれもうしっかりここまで京都らしいこと そんなねあの、派手な派手な真っ赤なとかね、大きいき商品とか、えー、そういうのが、写真が書いてあるじゃないんですよ。さっき言うたフルラッピングの方が、えー、パートラッピングの方が、はっきり言って、これ、こっちの方が、どこがこれ京都らしい、どこがこれ歴史と伝統や、せやけども、これがまあ本来の広告やろうなというような、そっちの方が緩いと思いますわ。これ、たくさん出されて大きなお買い物をされる、えー、お客様に対しての方が、厳しいことを言うてますわ。 これはちょっとおかしい、商業道徳上、ちょっと、えー、逆転した現象、本末、戦闘の話になってるんじゃないかなと思いますので、やっぱり、あのこういう企業としてです、ね、で、えー、これ、都市計画の経観家の方も、うも、ん、協力的に理解をしてくださってるそうです、えー、諮問委員会の先生方にしっかりとその辺ね、あね、やっぱり、えー、分かっていただくべきじゃないかなと思います、その辺すみません、えー、ちょっと興奮してしまいましたけども、いかがお考えでしょうか。 うします山本管理者ありがとうございます私もあの業務上、ある県で,です、ね、先生と同じような思いをしたことがあります、あのえー、思っていることをすべておっしゃっていただきましたんであので、引き続きです、ね、やっぱりその、まあ、手続きとした都市計画局になりますので、 そこにちゃんとその理解していただいて、運賃収入以外の収入です、ね、で今後の経営のことを考えますと、やはりいろんな付帯事業で収入を得ていく努力を本当にしなくちゃいけないというふうに思ってますので、取り組んでまいりたいというふうに思います。島本委員はい あの誤解しな,しないでくださいね。あくまでも私はちゃんと京都の条例で決まっている、えー、客観的な数値とか値をこれをなくしてくださいとかこれをなしにして高いんやから緩めてください言ってるんじゃないですよ。それはしっかり守っていただいてその部分ではしっかり全部守ってはるんですわ。で、フルラッピングであるからいわゆる、えー、と車体広告の15平方メートル以上という。 ね、こういうものの特例許可であるから特例許可は要するに厳しい内容にしなければならないそういった上で諮問委員会の意見を聞かなければならないという規定になっていると意見を聞かなければならない意見は聞いた上で最終的に判断するのはやっぱりプロのデザイナーでありそして受けられる皆さんでありと、えー、いうところそして最後はクライアントの方じゃないかなと思います何もこれ意見に従わなければならないということになっているんじゃないと思います。意見を聞いた た上で、えー、判断しなななければならないその意見というのももうこれは完全に客観的数値はなくもう本当に一人一人の委員の方々の主観でしかないどう考えても主観でしかない、えー、これは京都らしいとかこれは京都らしくないとかね、えー、いう部分ねこれは伝統的だとかこれは違うとかいうのがもう主観にの部分によるところがほとんどであ、えー 突き返されてくるということでしたんでその辺よくご理解の上あのしっかりとですね、えー 営業を上げていただいて、何も派手なのを走らせてくださいと言ってるんじゃないです、その中で22億円のうち11億円ですか、広告収入、そのうちやっぱりこういう大きな,大,きな、ね、大口の1.1億円、それやるようによってはまだまだね、あの出したい、広告出したいという方がおられるそうです、そうするとね、1億円、2億円、プラスになるとね、きのの話ですと、バスにすべてね、2億円あれば。あの ダブルタッチのつ、えーね、けられるとかいうようなお話もありましたし、無理やりそこに関連づけてるんじゃないですけども、えー、よろしく、えー、強くこういった、あのー、い予算委員会で委員から、ね、こういう意見が出てたということを、ね、伝えていただくだけでも、ね、いいと思いますので、えー、ぜひぜひあのよろしくその辺お願いしたいと思いまますすすす以上でで、はい、質疑の途中ですが暫時時休憩いいたたしし再開時刻は改めてご連絡いたします。